ACWOG がイグワールドオブタンクスー。このシリーズでは、私 T1 スタイルズのフレンドをお招きし、代わりに試合を実況していただくシリーズになります。基本的に、私が忙しくて困っている時の助っ人さんといった感じで登場していただいております。今回のゲストは、以前のクランからもお世話になっている、代理実況はお久しぶりとなる、コテメンは母さんです。コテメンです。今回はお忙しいというスタイルさんに代わって、試合の実況をやらせていただきます。あとは任せましたぞ。わかりました。今回私が乗っている車両は、ソ連のティア8の抽選車、オブジェクト416です。後部砲塔でかつ、旋回角度が限定的な砲塔を搭載した、角がほとんど取れない抽選車になりますね。代わりに隠蔽が抽選車としてはとっても高く、ティア8抽選車ではかなり高い噴火火力と砲貫通力を持っているのが特徴です。なので序盤は駆逐戦車的に立ち回ることが多くなりますね。砲塔が限定旋回なので近接戦闘は苦手で、後部砲塔なので飛び出し撃ちも苦手。後方支援向きな抽選車ですね。マップはプロホロフか、まずは定番位置からの狙撃をしていきます。しかし狙撃と言いましたが、すべての弾種の弾速が、秒速895メートル等速、少し狙撃には癖がありますね。じっと狙っていきます。あのあたりだと偏差射撃は難しそうですね。お、獲物だ獲物だ。いい感じで離体が切れちゃいましたね。思わぬ儲け物だ。あれぐらい動きがない状態だと、狙撃がはかどりますね。ダメージは320が平均と、同格内では高めで、装填時間も早めです。ブーラスクか。今の当たったの？ちょっとびっくり。撃っといてなんですが、当たると思ってなかったので、内心めっちゃ驚きました。中央に戦力を割いていないので、これは停滞しそうな試合になりそうです。かといって抽選者とはいえ、前線には出れませんし、しばらくは睨み合いになりますね。狙撃のタイミングが合いませんね。また当たります？びっくりです。これがソ連バイアスというやつなのでしょうか。すべては正面のブルドッグのスポット次第になりますね。ブルドッグには無理せず、じっと偵察に徹してもらいたいところです。横の味方、自走砲を食らってますね。バレているのでしょうか。退屈だ。決め打ちでもしてみよう。奥に誰か見えていた。ぐ、角が足りない。これが深く3度の悲しみよ。欲張らない方がいいな。さっき木を倒しちゃったし、敵から決め打ちが来ると怖いな。先ほどから敵のブーラスク、走り偵察頑張っているなぁ。このマップでブーラスクでの走り偵察は絶対に厳しいだろうなぁ。旋回が遅いですし。出てきてくれる分には、私としては美味しいのですが。とどめが刺せそう。やってくれたのか、撃破できたからよしか。いやよしじゃない、さすがに今の距離は近かったか、バレるよなぁ。
こういう時、車高の低いペッタンコなフォルムでよかったって思う。起伏ですぐに車線を切りやすいですからね。懲りずにもう一度同じところを使ってみる。獲物発見。あら？先ほどから絶妙に味方にキルを奪われますねー。これだけ味方が密集してるから仕方ないか。クライスラーが見えましたか。しっかり絞って。そこだ。外れたっぽいなー。いいところでスポットが切れてしまったからなー。今のとか当たってくれていたら嬉しい。おやおや？ブルドッグが下がってきちゃいましたね。どうしたのでしょうか？偵察をされないのでしたら、私が代わりに偵察に入ってあげましょうかね。こういう時はこの車両の隠蔽の高さが生きてきますからね。バレずに侵入完了。さすがに移動時は隠蔽が下がってしまいますからね。バレなくてよかった。お、ブルドッグがインコースから偵察に入るのか。15メータールールを使って狙撃の準備をしておこう。見えた。結構見えてきましたね。よし、やっとキルが取れた。さすがクライスラー、しっかり狙わないと抜けませんね。さすがにこの距離は撃ったらバレそうですね。撃たずに見ておきましょうか。味方のアシストに感謝ですね。何か見えましたよ。チェコスロバキアの抽選車ですか。当たらず。そこで止まっててくれよ。いい感じですね。そのままそのまま。ダブルブッシュになってますね。これはうまうま。そして撃破です。サイドの狙撃ができそうですね。当たらずか。射撃精度が別にいいわけではないですからね。この距離だと仕方ありませんね。何より弾速が間に合っていませんね。動かれると厳しいですか。今のは当たったのではないでしょうか。あ、体力が減ってますね。どうやら当たっていそうです。当たっても装甲を貫通していただかないと意味がないですがね。今のは外れましたか。そろそろ弾薬も底が見えてきましたし、あまり無駄打ちができなくなってきましたね。きっちり決めていきたいところです。さすがにそろそろこの位置からの狙撃もできなくなってきましたかね。そろそろ攻めていく頃合いでしょうかね。動きますか。車線を切りやすい、2ライン上から前進していきましょう。あ、バレてしまった。これは隠蔽を過信しすぎました。いくら隠蔽が良いと言っても、所詮は抽選車。
移動中の隠蔽は下がりますからね。慢心せず、ブルドッグのようにもっと後方から茂み越しに進んでいくべきでした。ですがさすがに次はバレないでしょう。バッペンにしっかりお返しもしたいですし、攻めていきましょうか。どこにいるんだい？もらったダメージはしっかり返さないと気が済まないぞ。この位置だとブルドッグと仕事が被っていますね。ブルドッグにはもう少し前進してもらいたいところ。背面に着いたらさすがに動いてくれるかな。ほらブルドッグさん、私ちゃんと狙撃できますから、スポット取ってくれませんかね。あ、伝わった、嬉しい。いたな、バッペントレガー、しっかり返すぜ。今度は丁寧にバレないようにな。一丁上がり、気持ちよくダメージが入れられましたね。真横に T44 か。ここは射高が低くて助かる場面だ。 UDES を狙うぞ。しっかり15メータールール使ってっと。しっかりやれました。あとはこの44だ。弾も残り少ないし、ここはインファイトを仕掛けるか。行くぜ。あ、スコジー。いや、何も見えなかった。そういうことにしておこう。 T44、お覚悟。天中やりましたぜ。あとは自走法。おっと、自爆ですか。あまりの接射で自車両ごとダメージを入れちゃった感じですかね。勝ちましたよと。というわけでして、今回はスタイルさんに代わって、私コテメンは母が実況させていただきました。不慣れゆえふつつかな実況だったかと思いますが、後部砲塔抽選車、オブジェクト416の魅力が少しでもお伝えできたら嬉しく思います。次回はきっと、スタイルさんの実況動画が投稿されると思います。一緒に楽しみに待ちましょうね。最後に搭載拡張パーツと隠蔽率をご紹介。ちょっとわかりにくいですが、何かの参考になればと。以上コテメンがお届けしました。